韓国初国産戦闘機が21年間の開発を経て、KF-21 戦闘機ポラム初飛行との情報をキャッチしました。今回は、この韓国国産戦闘機 KF-21 ポラムの初飛行を詳しく見ていきますね。ランディングギアを格納しないで飛行、これに反応を示しています。こんなもんです。韓国が悲願の国産戦闘機としてインドネシアとの共同での開発を進めている機体が海韓国航空宇宙産業社で製造されている KF-21 ポラメだが、2022年7月19日に試作機の1号機がついに初のテスト飛行に成功した。韓国では KF-21 ポラメの試作機をこれまでに合計で6機製造しており、これら残りの機体も随時テスト飛行を行っていく予定で、2026年を目途に述べ、2200回以上に及ぶテスト飛行を実施して完成させていく方向となっている。韓国空軍では、その2年後の2028年までに、まず40機の KF-21 ポラメを配備し、さらに4年後の2032年までに、合計で120機まで段階的に配備を進めるとされており、今回のテスト飛行はこの計画を進める上での第一歩である。ただ、KF-21 ポラメの共同開発先として名を連ねているインドネシアだが、ここに至るまで締結したはずの契約を放棄にする動きを繰り返したことも多々あり、こちらの調達機数が最終的にどうなるのかは、まだ定かではない。しかし、今回の KF-21 ポラメの初のテスト飛行の報道をめぐっては、およそ30分強の飛行中に、時速 380km ほどで飛行を行ったこと、その際に、機体にランディングギアを収納しなかったことが、一部で声高に取り上げられている。こうした声の多くが、日本のインターネット上に散見される状況にあり、いわく超音速戦闘機という触れ込みにもかかわらず、時速 380km は遅すぎる、ランディングギアの稼働が不十分だとして、KF-21 ポラメを揶揄している。日本における嫌韓の傾向を鑑みれば、こうした批判が噴出することは、予想通りの反応とも感じられるものの、初のテスト飛行に臨んだ新型戦闘機 KF-21 ポラメへの言説としては、同機を貶めたいという願望が先行しているだけにも聞こえる。韓国側の一部で反論されているように、機体として初のテストで高速飛行を行わないことやランディングギアを収納せずに飛行するケースは、他の航空機でも行われている行為であり、ことさらに問題視する。姿勢は客観的ではないだろう。これが複数回のテスト飛行を経た後の事実であれば多少問題ではあろうが、試作式として初のテスト飛行であるという状況下では、それが即 KF-21 ポラメの兵器戦闘機としての使用上の性能に影響するとまでは言えないと感じる。さて、 KF-21 ポラメだが、今後使用上の性能であるマッハ 1.8 の速度を実現できれば、国単位ではアメリカ、フランス、スウェーデン、ロシア、中国、イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、日本に続く11カ国目の超音速戦闘機の開発となる。これらの国々のうち、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国は単独ではなく、ユーロファイタータイフーンの共同開発であるために、機体としては一つであり、日本も、また、現行の F には、F-16 ファイティングファルコンをベースにしている。そうした意味では、韓国の KF-21 ポラメは、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を受けたことを反映し、機体の造形も、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と似た機体であるため、日本の F-2 の製造に近い気もする。KF-21 ポラメは、短座、および、複座型があり、
全長は 16.9 メートル、全幅は 11.2 メートル、全高は 4.7 メートルの機体に、機関部には FA18 等と同じ F44GE400 キロの総発を搭載、最高速が約マッハ 1.8、航続距離が2900キロメートルとされている。ちなみに F35 ライトニング 2A 型の場合は、短座で全長は 15.67 メートル、全幅は 10.67 メートル、全高は 4.39 メートルの機体に、機関部は F135PW100 の単発で、最高速が約マッハ 1.6、航続距離が 2200 キロメートルであり、KF21 ポラメより若干大きい。さらに F22 ラプターも探査のみで、全長は 18.92 メートル、全幅 13.56 メートル、全高は 50.8 メートルの機体に、機関部は F135PW100 の総発で、最高速が約マッハ 2.42、航続距離が 3200 キロメートルで前2機と比較すれば、一回り以上は大きい。KF21 ポラメは、2001年当時の韓国のキム・デジュン政権によって唱えられた、国産の次期戦闘機、KFX を開発するという政策の選択から始まったといえ、そこからすれば、実に、21年越しで、初のテスト飛行の成功にまでこぎつけた機体である。ここまでの長期間を、KF21 ポラメが要したのは、金政権が提唱した、KFX ではあったが、その後およそ9年間にわたって、国産の戦闘機開発をすることが、費用対効果の上で、妥当性があるのか否かが問われ、中断を繰り返したことが、理由に挙げられる。韓国軍の上層部や軍事関係者の間でも、すでに実戦投入を含めて、性能面での検証が済んでいる。アメリカ製の戦闘機を購入もしくはライセンス生産した方が、韓国の防衛上は、プラスになると考える方が、多数を占めていたとも言える。こうしたジレンマは、日本でも、現行の F2 戦闘機や、ここ最近で、イギリスとの共同開発に、大きく舵を切った次期戦闘機でも、共通の課題であり、アメリカ製の戦闘機を選択する場合に、必ず付きまとう後の仕様変更の自由度の低さとの兼ね合いとなる。韓国の KFX 事業、KF21 ポラメの初期開発コストは、インドネシアが復活したとは、いえ、総額で約9000億円以上に達すると試算されており、同国の伝説上の王、ダン・クントキ代に匹敵する空前の軍事的な投資だと形容されることも多い。そうした巨額の開発コストを負担しても久し、韓国軍は、以後の自国の国情にあった、仕様変更を随時行える自由度を、KF21 ポラメに託したということを意味しており、日本にとっても身につまされる判断だと、この点は思わざるを得ない。ただし、KF21 ポラメが、韓国の純粋な国産戦闘機かと、その本質を問えば、前述したように、機関部は、F、A18 などで使用されている F414GE400 キロを搭載。これは、機体単価のおよそ1割5分を占め、部品点数全体でも、約3割5分は、国産品ではない。また、韓国は、KF21 ポラメを、いわゆる第5世代戦闘機ではなく、第 4.5 世代戦闘機と位置づけており、これは、同機が、現段階では、各種兵装を、機体内に、完全に収納可能なウェポンベイを備えていないことを自ら認めているからだと、推察される。ただ、今後、順調に、KF21 ポラメの開発が進行すれば、ウェポンウェイを備える仕様に変更される可能性も残されており、いずれは、第5世代戦闘機に比肩し得る、ステルス性能を達成することも、
視野には入れていると思われる。そうした点を勘案して、海外の軍事専門誌等でも、韓国の KF-21 ポラメが、潜在的な第5世代戦闘機になり得ることを指摘しているケースもあるが、韓国自身には、別の思惑もあって第 4.5 世代戦闘機という表現を用いてるとの見方も存在する。それは、インドネシアに続いて、KF-21 ポラメを海外にセールスするに際して、技術協力を得ているアメリカのロッキード・マーチン社と、初めからバッティングしないように、あえて、現状のランクを低く設定しているとするものだ。これが、正しい工業製品としての KF-21 ポラメの本質なのか否かは、定かではないが、アメリカをはじめとする、西側共通の兵器規格に準拠し、隙間商法的に、兵器の海外輸出を獲得している韓国にとってのマーケティング手法なのかもしれない。